エベレット・エドワード・カーペンター・ジュニアはアメリカ合衆国のレーシングドライバー。カーペンターはインディ・レーシングリーグの創設者、トニー・ジョージのママ子であり、現在はアイゾット・インディカーシリーズにエド・カーペンター・レーシングから参戦している。ミジェットカーで輝かしい経歴を積み重ねたカーペンターは2002年にインフィニティプロシリーズに参戦する。神殿レーシングに加わり、 シリーズランキングは3位、レースでの最高位は2位であった。翌年は A.J. ホイトエンタープライゼスに移籍、シリーズで最も伝統のあるファイアストンフリーダム100で優勝する。同年後半には PDM レーシングからインディレーシングリーグへのデビューを果たした。2004年、カーペンターはチーバーレーシングからインディカーにフル参戦する。チームメートは 経験豊富なアレックス・バロンで、そのペースに合わせるために苦戦し、同シーズンの最高位は8位であった。2005年、KF のトニー・ジョージがビジョン・レーシングを創設、直ちにカーペンターと契約する。しかしながら、カーペンターの同年の成績は10位が最高で、ランキングは18位であった。2006年3月26日、トヨタ・インディ300のウォームアップでカーペンターは、 ポールダナとの大クラッシュに巻き込まれた。ダナは負傷のため、間もなく死亡した。カー・ペンターは、肺座賞を負ったものの、翌日には退院した。彼は4月22日、ツインリンクモテギ戦で、シリーズに復帰した。第5戦のワトキンスグレンは、雨のレースとなり、他のドライバーが、スリックタイヤでいた中彼は、レインタイヤに乾燥、自身最高位の6位でフィニッシュした。 2007年、ビジョンレーシングは3代目のマシンを投入したが、前年同様の成績であった。カーペンターは17戦中5戦でクラッシュし、ランキング15位とビジョンレーシングの中で最下位であった。2008年になると、ベテランのトーマス・シェクターがチームと契約できなかったため、カーペンターのチームメイトは、AJ ホイト4世のみであった。シーズン序盤は、 勝利を望める位置で走行することがしばしばあったが、結果はなかなか残せず、彼のシーズンは、シカゴランドスピードウェイでの炎上クラッシュで終わりを告げた。ピットロードのカーペンター、2009年のトロント2009年シーズンは、ゆっくりと始動し、序盤の2戦は、市街地コースで行われたが、カーペンターは共に海に沈んだ。オーバルコースとなった、カンザス及び、インディ500では、 トップ10入りしたが、当時妻のヘザーは、第二子を妊娠中であった。ミルウォーキー戦の後に妻は子供を出産した。同年のハイライトは、ケンタッキースピードウェイでの2位表彰台であった。レースではトップを5回、34周にわたって走行し、ペンスキーレーシングのライアンブリスコーとサイドバイサイドのバトルを繰り広げたが、0162秒差で後陣を敗する形となった。 2011年は、サラフィッシャーレーシングと契約、セントピーターズバーグをはじめとする急戦に参加した。彼は、同年のケンタッキーインディ300で、初優勝を果たした。レースは、ダディオ・フランキッティに0.0098秒差という、僅差での優勝であった。2012年、エド・カーペンターレーシングを立ち上げ、チームオーナー兼ドライバーとして、インディカーシリーズに参戦。 同年の最終戦ホンタナではチームとしての初優勝を挙げ、翌2013年のインディ500ではポールポジションを獲得した。また2018年のインディ500においてもポールポジションを獲得した。インディライズインディカーシリーズインディ500。ありがとうございます。